は国立ファビュラス学園高等部の1年生。夢にまで見たキラッキラの高校生活のはずが、どうして入学初日から遅刻しそうなの？目覚まし時計が壊れてたせいで朝から全力疾走することになるなんて。うう、頑張って走ってるけど、このままじゃ入学式に間に合わないよ。あ、このフェンスを乗り越えれば学校への近道になるかも。でも大丈夫かな。ううん、このくらいなら私でも乗り越えられるはず。今なら誰も見てないし。それこのくらい登るのなんて余裕だもんね。今年は随分おてんばな新入生がいるみたいだ。これなら楽しくなりそうだよ。あなたいつからそこにいたの？さっきの見た？さあね。ほら、髪に葉っぱがついてるじゃないか。取ってあげよう。はい、取れたよ。どうしたんだい、顔が真っ赤だよ。走ったからで、照れてるとかそういうのじゃないから。それじゃあそういうことにしておいてあげよう。ああ、それからさっきの質問への答えだけど、見たか見てないか、その答えを知りたかったら今日の昼休み屋上においで。もちろん無理にとは言わないよ。でもまあ今は来た方がいいとだけ言っておこうかな。それじゃあ屋上で待ってるよ、おてんばな子猫ちゃん。な、何よあいつ。ちょっとスタイルが良くて王子様っぽい雰囲気で思わず見とれちゃうくらい素敵だからって私をからかって。いいじゃない、言ってやるわよ、屋上でも校庭でもどこだって。そして昼休み、ドキドキしながら屋上に向かう私。脅されるのかと思いきや、実はカオル先輩は人見知りで、つい相手に意地悪を言ってしまう性格。それでその性格を直すために、できる限り一緒に行動してほしいなんてお願いされちゃって。おーい、ひまり、もうすぐオープン時間だぞ。ひまり、ニヤニヤ笑ってどうしたんだ。そのテーブルもう拭かなくて大丈夫だぞ。それね、一緒にいるうちに意地悪な先輩が本当は優しいことに気づいちゃったりして、そんな先輩の一面を見て私もキュンってしちゃったりとかして、お互いなんとなく気になり始めちゃって、それで私ってば天才？この話すっごくキュンキュンする。おい、ひまり、しっかりしろ、もう回転だぞ、おいって。ともえ、うわあ、しまった、今バイト中だったよ。映画館から出てきたのひまりちゃんよね。おーい、ひまりちゃん。あ、マリナさん。ちょっとひまりちゃん、どうしたの、何があったの。この映画すっごくいい話だったんです。なるほど、感極まって思わず泣いちゃったのね。本当にいい映画でした。
ちも本屋に行くところだし、一緒に行こっか。へえ、みんなで漫画のストーリーを。いいわね、楽しそう。はい、すっごい楽しかったです。もう、モカが作る話がとにかくめちゃくちゃで、私がわけのわからない謎の血をついていたり、カオル先輩がアンドロイドだったり、あ、私をかばってトモエが怪我をしちゃったりしてました。その時、私ってば作り話っていうのを忘れて、本気でトモエのこと心配しちゃって、嫌だよトモエって思わず叫んじゃいましたよ。でもお話だって分かってても、トモエが怪我したら私やっぱり泣いちゃうだろうな。それだけみんなのことが大事ってことだよね。そうかもです。なんかやっぱみんなでいるのっていいなって。たとえ作り話だとしても、みんなと離れるなんて考えられませんよ。素敵な時間になったのね。ところでさっき聞いたストーリー結構面白かったけど、もう漫画にはしないの？ともえちゃんがひまりちゃんをかばうシーンとか想像すると結構ジーンとくる気がするんだけど、君もそう思うよね？え？嘘？本当ですか？やっぱり次の新人賞に応募するべきかな。みんなに相談しなきゃ。うんうん、ぜひそうして。出来上がったら私たちにも読ませてね。はい、もちろんです。漫画ができたら一番に感想を聞きに行きますね。よーし、そのためにもいろんな漫画読んで研究するぞー。